どうも、稲妻ゴルフ TV プロゴルファーの稲妻です。今日はトーク動画なんですけども、はい、今日はですね、プロゴルファーが憧れたプロゴルファー参戦っていうのを聞きたいな。これちょっとプロゴルファーの方とかとコラボするときに定番企画にしたいなと思ってたんですけど、はい、その第一弾として矢野プロが子供の頃とか参戦ね、はい、ちょうど参戦あります。あ、ちょうどありますか。ちょうどあります。じゃあまずちょっと一人目お願いします。一、ね、人目はやはりタイガー・ウッズ選手ですね、うん、間違いなく。タイガー・ウッズ選手って年代的には僕の2つ上なんですよ、年でいうと、はい、でもうとにかく一番最初出てきた時のスイングスピードの速さに驚愕っていうか、こんなに速く振れるのっていうぐらい一番最初見た時に思って、でたまたま一緒に回る機会があったんですけど、その時は逆に意外とこう軽く振ってるなっていう印象があって、で球もとんでもなくなんかピンポン球みたいにボール飛んでるなみたいな、うん、あとやっぱり試合もそうですし、ずっと見ててもとにかく一人だけ異次元だなっていう印象がありましたね。今年近いじゃないですか。なんかめちゃくちゃ子供の時から憧れっていうより、同世代のバケモンが出てきたっていう感覚なんですか。多分彼が大学2年生ぐらいの時にもうプロ転向してるんで、うん、ちょうど僕が高校生ぐらいの時だったですかね、うん、なんでやっぱり高校大学の時とかの印象がすごい強いですね、うん、憧れもありましたし、とにかくかっこいいですし、うん、ゴルフも上手いしスタイルもいいしっていうところ。目標とかにしたいの。目標にはならないですね。すごすぎちゃって。なんかこうナイキをね、全身身にまとってて、はい、やっぱり当時あんまりそのナイキでゴルフっていうイメージがなかった中で、そうそうそう、ああいうアスリート系の雰囲気ではなかったんで、うん、それもすごく印象がありますね。うん、2人目を。2人目はまあジャンボ尾崎さんですね。このジャンボ尾崎さんの場合は、やはり僕が小学生、中学生ぐらいの時にそのテレビ中継をおじいちゃんとよく見てたんですけど、毎週映ってたんで、うん、日本の当時のゴルフファンだったら、まあ、全員ジャンボさんのことファンだったんじゃないですかね、うん、テレビで見てる人たちは。今自分がいざ試合出て思うのは、あんだけ毎週テレビ映るってことは毎週優勝争いしてるってことなんで、そうですね、いやすごいなと思いますね。今はもう毎週優勝争いしてる選手ってなかなか出てこないですか。そうですね、あそこまで圧倒的な強さを持って年間8勝とか7勝をずっともう何年も繰り返してたんで、そういう選手は日本ツアーでは今いないんじゃないですかね。当時は本当にずば抜けた存在というか、いやーそうですね、日本中のゴルファーの人が真似したんじゃないですか、あの格好とかいろいろ。3人目はですね、田中秀道プロっていうのが僕の先輩でいるんですけど、あの人はですね、僕が、プロゴルファーになる前、大学生で試合に出てる時に、当時やっぱり秀道さんとかは本当にこう人気があって、ギャラリーの、ね、人とかもたくさん連れて歩いて試合してたんですけど、僕もやはり大学生の時に実際日本のツアーでやっぱり一番こうかっこいいなと思ってて、やはりそういう憧れの目で見てたんで、トーナメント会場とかね行って写真とかサインとかもらったこともあるんですけど、一番こう覚えてるのは、僕が初日かな2日目かショーホールアウトして、田中秀道さんがこうサインしたんですね。でやっぱすごい人が並んでるわけですよ。やっぱさすがだなとかっこいいなと思って、で僕ご飯食べに行って、クラブハウスのレストランで、で1時間ぐらいですかね、して降りてきたらまだやってるわけですよ。1時間、ほんと1時間ぐらいかな。すごいかっこいいなと思って、でしかも丁寧にね対応してて、で僕はそれを見て、自分ももしプロになったら、まあ、これは絶対やり遂げようっていうことを当時思って、で僕もプロになって、まあそういうサインする機会とかも増えたりした時も、最後の一人まで、しっかり、そういうことはしたいなっていう思いがあったんで、やっぱりプレーも そうでしたけど、ギャラリーとかね、ファンに対する真摯なこう対応っていうのは、僕は秀道さんにすごい学ばせてもらいました、ね、だからやっぱり今でも尊敬できる、影響を受けた選手ですね。これでも他のプロゴルファーの方とかも聞いてみたいですね。そうっすね。誰の気になるとかありますか。
全然ない全然ないんですけど面白い話があって僕やっぱりね年だなと思ったことがあって全然余談なんですけど、はいはい、試合出てるとなんか僕実は10年前とかどこどこの試合で山田さんにサインもらったんですっていう選手が結構いて、プロになってね、はい、一緒に回ってるわけですよ、はい、そういう機会が増えて不思議だなっていうのと年取ったなっていうどうでもいい話でしたいやでも そこまで長くできてるってこと自体がすごいですからね。確かに、はいはい、そうですね。コラボしたらちょっとプロにね、はい、聞いてみたいですね。多分年代によって全然違うと思うんで、こう視聴者の方もあのコメントとかで誰のが聞きたいとかあればぜひコメントしていただければと思います、はい、そうですね、はい、今回の動画見ていただきましてありがとうございました。どん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 、コメント欄にですねやってほしいことを、書いていただければ、もう随時いろんなことにトライしていきますのでよろしくお願いします。チャンネル登録とですね通知もオンにしていただいて、次回もお楽しみにしてください。